ビジネスフラッシュ。今回は高齢者の膝痛や腰痛、冷え症を改善するために健康食品の製造販売を行っている快適生活クラブの代表篠永純一が登場。そして憧れのマイホームという言葉に異議を唱え、様々な条件や環境に対応した住宅建築を行っている憧れを現実に変える男、A1 プロジェクト代表取締役新井一美を紹介。ぜひお見逃しなく。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気です。西谷さん、黄色いハンカチって言ったらどんなイメージがありますか。幸せの黄色いハンカチ、うん、映画の。そうですね、っていう、はい、知ってる山田洋次監督の作品で、やっぱ有名な作品なんで、ね、やっぱりみんな若い人たちも見てんだ。見てますね。知ってる、はい、知ってます。あら、黄色いハンカチとか持ってますか、リアルに。ないですね。海外でよくさ、サッカーチームが戦って、はい、乾杯するときにみんなサポーターがお前らなんかって白いハンカチを踏んだよね。選手に向かって、サポーターがね、うん、でもそっちは黄色いの幸せの 話だよね。そうなんです。ということでですね、はい、今回ご紹介するのは、はい、会社の屋上に黄色いハンカチをたなびかせて、はい、1階で幸せの黄色いハンカチという健康ショップを経営しています。こちらの企業様です。朝起きたら膝が痛い、腰が痛くて歩けないなど、年を重ねると訪れる膝痛や腰痛、冷え症などに悩む高齢者は長寿大国と言われている日本には数多く存在し、高齢者の介護などは社会問題の一つとなっている。そんな中、自分の家族を元気にしたいという思いから素材に徹底的にこだわり、安心安全な健康食品の製造販売を行っている男がここにいる。株式会社快適生活クラブ代表取締役篠永純一。当時篠永の父親が膝の痛みで苦しんでおり、元気に歩けるようになってほしいと改良を重ね、ハイコラーゲンを開発。以来、金時生姜プラス、とにかくあったまる、痩せたら素敵など、高齢者の生活を手助けする商品を数多く生み出してきた。現在篠永が住まいを構える船橋にも高齢者は多く、神から与えられた使命と自らに言い聞かせ、日々研究開発を続けている。これ何年前からずっとこれやられてこられたんですか。これはね、45から脱サラをしてやってますから、はい、もう20年近く。そのきっかけっていうのは何かあったんですか。サンパウロの友人に会いましたね、うん、で、まあ、その友人が、地球の最後の薬草の宝庫はアマゾンにありというですね、うん、それからじゃあアマゾンのですね、うん、日本でまだ紹介されてないものを商品化しようということでやったんですけどね、うん、全く売れないんです。あ、日本が一番だと思ってますからね、はい、みんな、はい、多分で、やっぱり日本人というのは、知らないものを口に入れるのは怖がる人が多いという、うんうん、そんな感じかもありますよね、うん、ありますね。慎重だっていうところありますよね、はいはい、うん、そういうことでね、まあ、ある意味でどん底に入ってきたんです、うん、その時に、うん、たまたま中学高校時代の友人がですね、はい、まあ、弁護士をしてましてね、うん、で彼とはたまにこう飲んでたんですけども、うん、飲んでる時にですね、うん、ある時に家族と、うん、蒸発しなきゃいけない、うん、
ひょっとしたら自殺するかもわかんないというようなことをですね、涙ながらにまあ話したんですね。そしたらその友人がですね、死ぬなと、生きとれと、そして生きとったら必ずチャンスはある、それでまた一念発起してですね、まあチャレンジしたという、そんな感じなんですね。どんなことをチャレンジされたんですか？まあその時にですね、お金がないもんですから借金付けで、女房の名前で唯一最後ですねお金借りることができまして、それでね、膝にいいと言われるですねコラーゲンを、商品化したんですね、でたまたま親父がですね膝が痛くて歩けない、でそれで親父も何とかしなきゃいけない、まあそんなところからですね2回3回の商品品質を改善してですね作ったんです。そしたら1年ぐらいで、膝が治ってですね歩けるようになったという、そんな感じなんですね。じゃあそれはもう商品化してもあれ皆さんにっていうことになってきたわけですね、でね、だから売れるかと思ってですね、やったらですね全く売れないんです。それもダメですか？それでね、もうどこに原因があったんだろう、私としてはですね、販路がしっかりしたもんないもんですから、家内と総出でですね冬の寒い時にポスティングをですね、1万件やってもね一件も注文ないんですよ。これで新聞の折り込みチラシもやっても注文がない、で肌と困りましてね、どうしよう、で在庫頭ってきますしね、いうことだったんです。脱サラし決死の思いで飛び込んだ健康食品業界、しかし当時苦労を重ね生み出した商品は全く売れず、再びどん底へ。でね、私も困ってですね、で夜眠る時にですね、メモ用紙を枕元に置きましてね、で困った時には神頼みって日本人言うじゃないですか、それで神様ね、なんとかね夢の中でヒントを与えてくれと、この突破口の、ということをお願いしてですね、2週間目ぐらいにですね明け方にね、夢の中からハッと起き上がってですね、牛乳販売店さんをね営業しろっていうね、そういうお告げがねちょっとあったんですよ。牛乳販売店、それでまあメモ用紙にね忘れないように書いてですね、で早速船橋の牛乳販売店さんのところに、行ったんですね。そしたらね、うちの会社はね、お前の会社はね信用できないと、大事なお客さんのね口に入れるもんだからね、なおさらできんというのが第一歩だったんですね。それで私困っちゃいましたね。でその時に一流商社に社員斡旋をですね、ハイコラーゲンしてたんです。で社員の口に入れるもんだから工場までチェックに行ったんだよという話をしたら、じゃあやってみるかということでですね、1600枚のチラシを持ってこい、ということで持って行ったんです。あ、牛乳と一緒に。そうです。牛乳ボックスに。どうでした？でその結果はですね、1600配りましてね、2.3% ぐらいの注文があったんです。おすごいですね。それはね画期的なんですね。私が見たらもうびっくりなんですよ。ポスティングでもゼロですもんね。あの南の海で教えてもらったところに行って、で一回は断れるものの頑張ったら認められて、そっからのスタートですもんね。まあありがたい感謝とですね、それとやっぱり日本の膝の痛い人がいかに多いかっていうことがね、つくづく分かりましたですね。それが家族のために、家族に食べさせられるっていう、そういうことからの発端なんですね。そこから来てるんですよね。まあね、もう気持ちとしては原点もそうだね。お父さんが痛くて治してやるっていうところから来てるわけですからね。これまで数多くの健康食品を生み出し、多くの高齢者のもとへ届けてきた篠永だが、現在は化粧品開発にも力を入れているようだ。これはどんな商品ですか？これはね、プリンセス花子って言って、プリンセス花子高シワクリームとしてですね、高シワ、シワをなくすクリームとしてですね、これは寝る前ですか、朝ですか？朝と寝る前、どちらも、お風呂に入った時にですね、つけていただけると。まだシワないもんね。いや、ありますって。菅原さんなんかないですよね。すごいあるんですよ、化粧で埋めてます。男性にはダメですか？いや、私はもう毎日つけてます。だからないんだ。ちょっとつけてみてもいいですか？どうぞ。まあスーッとしっとりとするっていうかですね、この手のシワがあるあたりに。まあ菅原さんはまだ早くもあるからね。いや、私もいい年になってきましたから。ミシェルさんでしょ。ミシェルさんもお付けになりますか？あ、でも馴染みが良くて、
自然な感じで、いいですか、はい、全てですね自然界のものを使ってですね、うん、であのフリー要するにあの体に悪いタグを一切使わないと、パラベンだったりとか、あ、しっとり、あと塗った後ちょっとトーンアップしたような感じもするし、いいですね。うちはですね、うん、小さな会社で20人ぐらいしかいないんですけどね、はい、20代から70代まで、うん、定年がなくてですね、うん、明るく元気にね頑張ってもらってるんです。ただねもう最近ね女性が強くなってですね私が意見言ってもですね、はい、ボツになることが結構あるんです。あ、そうですか、はい、いやでも召し上がる方もちろん男性もいらっしゃると思いますけど、はい、女性向けの商品が多いですから、はい、やっぱり女性の意見大事にされてるので、はい、それとねもう今の世の中はね女性が牛耳ってますから、うん、もう財布の紐はねもう女性なんですよ、はい、消費は女性、まあ、ミシェルさんとかどうですか。いやいやもうおっしゃる通りだね、ね、何か買い物するときに ね相談をしないと、ね、もう菅原さんなんかもうね、はい、自分にご褒美なんて、ご褒美、自分のご褒美ばっかりですよね買ってないですけどね。これは篠永が代表を務める快適生活クラブを外から見た時の景色。なんと屋上に黄色いハンカチが大量に吊るされている。果たしてその理由とは。私はね高倉健の、はい、幸せの黄色いハンカチっていうのが好きですから、はい、電車からでもこうね黄色いハンカチが見えるようにっていう、うん、それをが小さな夢が実現しましてね、はい、だから私ね仕事っていうのはもちろんお客さんに喜んでもらうのも大事なんですが、それと同時に我々も一緒になって楽しみながら遊び心でですね仕事ができる、これが仕事冥利に尽きるんじゃないかなというふうにこう思ってるわけです。やっぱり生き生きしてこないとな、なんかいやいややってる会社じゃないもんね。どう見たっても代表がこうね、もう元気だけ純ちゃんですから、純ちゃんこうですから、それで先ほどね写真見せてもらったら本当にビルの上にあの我々その映画で育って見て育ったからさ、こういう黄色いハンカチがわーって本当にかかって、純ちゃんやったなこれ、いやいやいや、そういう感じですよね。もうねもう1年も経ったですね、この黄色いハンカチがですね、はい、風と雨とですね、はい、もうボロボロになってるんですね、はい、買えないといけないですね。まあ、それも新しくしようって今動いてますけど、ね、うん、あそこまでやっぱ計算できなかったですね。 そうそうやりたいことでもってそうか、雨も降ればな、風も吹くもんね。一度は自ら命を絶つとまで考えるまでに追い詰められた篠永だが、悩みを抱える高齢者たちを助けたいという思いから活路を見出し、現在は多くの人から必要とされる男として日々奮闘している。そんな篠永純一が見据える今後の展望とは。私の世代以上の人っていうのはね大体3500万人ぐらいいるんですよ、うん、今ね、でミシェルさんね、はい、この60歳以上の人がですね、うん、共通の願いっていうのは何か分かります？共通の願い健康とかそういう以外にですか、うん、そうです以外に、はい、以外に何だろう、健康以外に年金上げてくれって、そうじゃなくてそうだな、あのねぽっくりさんなんですよ。ああそうだ、やっぱり健康でずっと健康長寿でですね、そしてある日突然にぽっくり、それが幸せだという人がね結構多いんですよ。人に迷惑かけずにね。そうです。でね今幸せのぽっくりさんというお守りをですね三陰神社の宮司さんに行ってですね魂入れて作ったりですね、はい、幸せのぽっくりさんというお人形を作ってですねこれを商標登録しましてね、で今出そうとしてるんです。でもうねラストステージですから、そういう仲間とですね一緒になってですね最後ですね燃えたいなというね、そんな企画をですね考えています。でももうそういうことを発想の中で出てくる人は長生きしますよ、そうですよそうあればいいんですけど、まあ、なんてこういうの作ってたら一番100超えたぜみたいな、純ちゃん100超えたみたいな、だからもう5月にですね若々しいって素敵っていうかね、はい、自分のために飲もうとミシェルさんとねそういう形でねまあ作ってるわけです。ああ面白いね、パワフルでまあそういう意味でねこういうね面白いっていうかそういうのに賛同してくれる人がいたらですね、ぜひ参加していただきたいなというこのように思っております。素晴らしいな、ありがとうございま
これからも元気でいい商品たくさん作り続けてください、はい、よろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました。私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢、美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに販売後も経営支援をする。約束します、誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力、いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか。販売後も経営支援をする、エストラボ。結婚し子供が生まれ、次に考えるのはマイホームの購入。そう、憧れのマイホームだ。しかし実際にマイホームを購入しても、長期の住宅ローンが日々の生活を蝕み、リストラや病気で収入がなくなってしまうと、そのマイホームを手放すことになる可能性もあるのだ。そんな事例が世の中の若年層に浸透し、現在は都内を中心にマンションが数多く建てられ、昔に比べ自分の家を持つ人も少なくなっているように思える。しかし、そんな現代の風潮を変えるべく、憧れを現実にする住宅建築のマエストロがここにいる。株式会社 A1 プロジェクト代表取締役荒井和美。A1 プロジェクトではマイホームを購入することで生活水準を下げ、我慢を続ける人生を送る不幸になる人をなくすために、依頼者の予算や生活環境に合わせ笑顔で幸せな人生を送れるように、天然素材にこだわった住宅作りを行っているのだ。しかし、本当に限られた予算で憧れのマイホームを現実にすることはできるのだろうか。さらに A1 プロジェクト発足の経緯とは。そのあたりを代表の荒井和美に詳しく聞いた。事業を始めたきっかけっていうと何だったんですか？きっかけはですね、小学校5年の時に、はい、あるクイズ問題に遭いまして、はい、でそのクイズ問題の中にですね、まあ、3次元の問題だったんです、うん、図形のですね。でその問題を見て、ある何分以内に、解けたらこういう職業が向いてますというようなこと で、 でその中に建築の設計っていうのがあったんで、うん、そこから思い込んで、ずっと建築の道をずっと歩いてるって感じですね、はい、小学校から思い描いたことを叶えるなんて。もともと私が設計事務所として独立した時に、うん、業種的にはですね、化学プラントの、はい、土建設計って言いますか、私が勝手に思い込んだ先生がそういう仕事をやられてて、それをこう化学プラントの土建設計、いわゆるその建物とかですね、うん、それからラックを支える構造体とか、うん、あとは大きい機械の基礎とか、うん、そういうのがメインでスタートしたんですが、はい、まあ、ある出会いがあって、まあ、今回今こういう A1 プロジェクトという会社を立ち上げた理由にもなります、ある人の出会いで、うん、結婚式場とかホテル関係の設計をさせてもらってきて、でそれと私はちょっとずっと高校時代から音楽をやってまして、はい、でその関係の音楽の関係の出会いでログハウスの販売というのに出会って、音楽関係の出会いでログハウスに出会ったというのはちょっと変なあれなんですが、まあ、私大学も合唱団やってまして、合唱団で都内の大学だったんですが、やっぱ芸術家でいらっしゃるんですね、やっぱりね、設計もそうだし、音楽もそうだしっていう、それでログハウスに出会って、まあ、当時はですね、ログハウスは結構店舗とかですね、別荘に使われてたんですね、うん、はい、そうですよね。でログハウスとの出会いから、そのログハウスの内部環境を住宅に取り入れたらどうかというような、はい、思いで、お客さんがログハウスを建てたいと思ってたけど、うん、やっぱり手持ちの現金ではどこ行っても無理だと、はいはい、で私どももログハウスやってたんですが、それではもうその金額でちょっと難しいよねというところで、うん、内部ログハウス環境で外部メンテナンスフリーの住宅を今
企画してるんですけどどうですかって言ったらもうすぐお願いしますと、もうロングランス速さ諦めてこられたので、ね、それがまあ第一投目でですね、うん、まあ、それを日経新聞が取り上げていただいて、あとその関係で雑誌等に掲載になってですね、内部がログハウスの環境の住宅 で外部は外部がメンテナンス不利の一般 の、はい、あの仕上げって言って、見た目はごく普通の家なんですが中入ると全部床壁天井木の家という、まあ、そういうのをまあちょうど考えてたところですね。続いては A1 プロジェクトが行っている住宅づくりについて、新井は世間の持つマイホームの基準と少し違った考えを持っているようだ。家もどういうタイミングどういう規模で作るかっていうのをライフプランがなくて、今借りられる最大限の借り手っていうようなやり方で家を作っちゃうと間違いなくこうなっちゃうんですよ。ですからもういわゆる今あのからこれから先のことをこうシミュレーションするわけですね。この時期にお金がかかると、例えば25歳の人が、まあ、大学なり高校卒業して働き始まっていつ結婚するか、それでいい結婚して子供ができたらいつ大学入る時にお金がかかるかっていうのはある程度シミュレーションしておいて、一番苦しいところの以下の金額で家を作るというふうにしておけばですね、で一つの基準としては家賃があるんですよね。家賃やっぱ苦しかったら安いところに移ってるわけですから、その今払ってる家賃とシミュレーションが合致すればそれ以下でですね、住宅を作ればいいとということなんです。20年前にあっていただけてれば、うん、本当にかかる時大変ですね。あの子供たちはじゃあ学生で大学行き始めたとかさ、はい、っていうぐらいにね、まさにそうですね。その時家って無理だもんね。その時に。でもなんかマンションなりアパートなり、うん、皆さんそれでも住んでるんですよ。です、 ですからその金額でローンを組んで、それでいかにその金額の中であのいいものを作るかと。でこういう展開をしていく中で3つのキーワードを我々は、はい、まあ、最小最大適正と、うん、いわゆる最小面積からまずプランしていくと。普通ハウスメーカーやんないですね、うんうん、例えば何人家族だかって言われた時にですね、あと何人子どもさんができそうですけど、うん、その中で、で人間ってやっぱ寝るとき畳一畳なんですね、座ってれば半分ですから、うん、でそういうようなところとストレスのかからない空間ってあるわけですよ、うん、例えば2メーターの壁があってもこう届く人ってあんまりいないですよね、うんうん、でそれでストレスを感じればもうちょっと広げればいいと、うん、というようなことで、それがまあ最小面積金額、それから最大っていうのは最大空間ボリュームを平面で考えないで今度は立体形で考えるとですね、うん、倍の広さになるということもあるわけですね。それを平面の中にちょっとしたあの2段ベッドなんかまさにそういう例ですね、うん、普通ベッド2台なんて上に乗せたからってみたいな感じの考え方にして、適正というのは適正価格で、契約をして適正価格で職人さん方に仕事をしてもらうと、いわゆる分配していくというやり方ですね。でそれは今大手のハウスメーカーのほとんどは元請けが利益の大半を取って少ない予算で皆さんが職人さん方がこう現場で作ってるというのが現状なんで、まあね、もうちょっと収入上げてもらってもいいんじゃないのかなということですね。でそのためにはですね、お客さんもあのただ安ければいいというんじゃなくて、お互いに長く使うものだから、まあ、あのお互いに仲間パートナーというような感じでですね、思ってもらう作り方を、全ては笑顔のために、そんな思いから家族が心身ともに安心して生活できる住宅づくりを行っている A1 プロジェクトの代表新井和美、そんな男が掲げる今後の展望とは。新しく法人立ち上げた A1 プロジェクトのエリア 1% っていうのは、まあ地域のですね、あのシェアを 1% ずつこうあのシェアしていくことによって、いわゆるこういう家の作り方もあるんだっていうのがこう認知されてくると思うんですよね。でそれをですね、全国に、まあ、年間地域で20棟ぐらい作れる、工務店もしくはそういう建築をやる人たちを育てながら、それから
自立できるような感じでやっていただきながら、それをですね全国に埋め尽くすと、そうすると全国シェア 1% というふうになるわけですよね。地域のシェアの、まあ、約400から500社のネットワークを作って、そういう不幸にならない家づくりをですねどん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 展開していくとということを、まあ、私のミッションとして、あと最初に申し上げましたけど、あのログハウス、はい、モデルハウスがあるので、そこ今イタリアンレストランしてあるんですね。でそのイタリアンレストランで、私の母親がですね63歳で調理師免許を取って二十数年そこでシェフやって、今現役、今86でですね現役のシェフをやってるの で私もあのイタリアンのシェフやりたいなっていうのが、そっちですか。そっちいやあれ最後のオチがそこに来ると思ったんですけど、お母さんの話は聞いたんだけど、そうなんですか。いや自分でゆっくりと、そうそれでいわゆる設計もしながらですよ、はい、で好きな音楽をやって、いやもう曲作ったり、このお客さんに無理やりあのこの曲作ったら聴けっていうようなことと、それからメニューのないレストラン、旬の食材で1000円コース2000円コース3000円コースで何が出てくるか分かんないレストラン、でお客さんなんか何人来てもいいと、来なくてもいいというこれが今社員の人たちこのテレビ見てて、そこもういなくなんじゃねえのかみたいな。いやもうそれはもう言ってますから、もう言ってた。いやもう有限でもうしてて、母親が63でね、調理師免許取ったんですけど、ちょっと63で調理師免許チャレンジしてる時間もないなということで、ちょっと伸ばす、早くですからこっちの普及をしたんです。それがモチベーションになってですね。そう早くやりてんのことも早く。だから私と同じ考え方の人が少なくともね、2人もしくは2社、やっぱり2社が2社ずつこう拡大していくことによって、その巡り合ったお客さんの家づくり、不幸にならない家づくりをどん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 当たり前のように、だからもう家作って不幸になることはありえないというのを現実に早くしたいというのを、分かりましたでも目指してはいけます、実現させていただければと思います。今日は素敵なお話ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。世の中の多くの人たちは、今の自分の価値観はこれまで自分が手にした成功体験によって形作られているというパラダイムを持っているのではないかと思います。では失敗体験は私たちの人生にとって本当に不要なものなのでしょうか。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、人生はチャレンジでできている、7つの習慣で自分の未来を作った子どもたち。この本を書いたのは FCE エデュケーション会長の石川純越さんと FCE エデュケーション社長の鈴木佳代さん。成功は実際に前進すること、一方失敗は前進するための力を得ること。失敗を経験したとき、よし、これを乗り越えたらまた前に進む力が強くなるぞと思えるようなコツを教えてくれる、大人に読んでもらいたい一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。